西口ホーム、宇佐美駅は、静岡県伊東市宇佐美にある、東日本旅客鉄道横浜支社伊東線の駅である。駅番号は、JT25、日中を中心に、伊東線、伊豆急行線との相互直通運転が実施され、朝、夕から夜には、伊東線を走行する上野東京ライン系統の列車も発着する。交通系、IC カード、スイカが導入され、 スイカ首都圏エリアに属し、首都圏 IC カード相互利用サービス及び交通系 IC カード全国相互利用サービスに対応している。また、旅客営業規則の定める大都市近郊区間制度における東京近郊区間にも属している。伊東線中間駅では2015年3月8日より実施の無人駅化に合わせた駅遠隔操作システムの導入に伴い、 自動券売機から多機能券売機への交換、伊藤駅へつながるインターホン、県面確認台を併設した自動生産機の新設が行われた。従来、友人窓口以外で行うことができなかった処理については、伊藤駅の駅員が自動生産機を遠隔操作することにより、対応している相対式ホーム2面2線を有する地上駅、各ホームには、 内包線付き展示ブロックが設置されている。駅舎がある東口は1番線ホームに、駅舎がない西口は2番線ホームに、それぞれ面しており、各ホームとのアクセスには、古戦橋を使用する。古戦橋には各ホームを結ぶ、車椅子対応エレベーターが設置されている。改札外と高低差がある。各改札口には、車椅子対応スロープが設置されている。各改札口には、 切符回収箱、簡易スイカ改札機の他乗車駅証明書発行機が設置されており、東口には、これに加えスイカ対応の自動生産機、多機能券売機も設置されている。2015年3月8日より実施の無人駅化に合わせた駅遠隔操作システムの導入に伴い、自動券売機から多機能券売機への交換、伊東駅へつながるインターホン。 県面確認台を併設した自動生産機の新設が行われた。従来、友人窓口以外で行うことができなかった処理については、伊藤駅の駅員が自動生産機を遠隔操作することにより対応している。東口の改札外には、伊藤線に関する情報の表示のみに対応した運行情報、時刻表ディスプレイが設置されており、列車運行情報サービス、どこ トレと同様の内容に加え、当駅を発車する上り下り列車の初電から終電までの時刻表が確認できる。トイレは東口の改札口を出て、左に曲がると進行方向左側にある。滝のおトイレは存在しない。伊藤氏が管理しており、旅のアンシルと名付けられている。公衆電話は東口の改札口を出て、左に曲がると進行方向右側にある。 近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通りである。東日本旅客鉄道伊東セムアジ駅、宇佐美駅伊東駅 JR 東日本の2000年度以降の乗車人員静岡県統計年間、ありがとうございます。